いつかじゃなくて今君に会いたいの。You're the one.
ここでフリートークをしたいと思います。イエーイ。今日はお正月何を食べたか皆さんとお話ししていきたいと思います。ルリは何食べたんだっけ？スクランブルエッグみたいな。スクランブルエッグ？スクランブルエッグ。スクランブルエッグ。あと卵なんか卵ぐちゃぐちゃしてる。そうそう。鶏肉になんか変なタレつけたやつを食べました。私が食べたのはおせちとおそばとお雑煮、お雑煮を食べました。とりなはなんだっけ、おそばとお雑炊おそばとお雑煮とかを食べました。あと年越し前にお寿司食べてました。彩乃はおそばとママが作ってくれたローストビーフを食べました。それでなんかさっき話してたんですけど、リナとノアはお餅食べたんですよ。でもなんかルリと彩乃が食べてないって言ってたんですけど、皆さんはお正月お餅食べますか？食べるよ。食べた。食べてる。じゃあ今度一緒に食べようね。ちゃんと一から作ります。これと一緒に。米粉。ね、リナは幼稚園で。お餅を作ったことあるので、あ、でもお家では作れないですよね。あ、おばあちゃんが、あ、じゃあおじいちゃん、おばあちゃんがお餅作ってたので、今度お家行ったら作らせてもらいたら作らせてもらいます。じゃあ後でみんなどうやってお餅食べるか交流会で聞きたいと思います。待ってます。待ってます。それでは次で最後の曲になります。聴いてください。 Just be yourself。